とにかくお店の数がすごい多いというのが特徴です。難波であれば5分か、10分ぐらいで、で梅田であれば15分か20分ぐらいで、あの辺りからですね、降りるとですね、やばいエリアが。はい、ということで第5位の街、あ、失礼しました、第7位の街、天王寺にやってきました。いや、もうこのね、電車のモーターの音に、見とれてとか聞き取れてしまって、順位も間違えてしまいましたけども、こちらですね、地下鉄谷町線で、第8位の街天満橋から天王寺までやってまいりました。はい、では駅から上がってきたとこです。天王寺はね、まずとにかくお店の数がすごい多いというのが特徴です。まあ、ターミナル駅でね、人が集まるということで結構あるんですけども、そのうちの一つ阿部地下というですね、地下街に今来ています。はい、地下街、この地下鉄谷町線の真上にですね、この阿部地下っていう地下街があるんですけども、こういった飲食店街が充実してて、なかなか今ね、平日のお昼時なんですけど空いているんですよね。はい、まあ、なので結構まあ穴場として僕はね、おすすめしたいなというふうに思っているんですが、今からですね、天王寺の方上上がってきたいと思うんですけども、天王寺自体はね、大きい町なので、いくつかのエリアに分けてね、ご紹介していきたいと思います。そうそう、阿部地下ね、1個忘れてたんですけど、携帯ショップがね、au ショップ以外は全部あるっていうですね、でしかも大きいっていう、そういうですね、特徴があるので、まあ携帯ショップたまにでも皆さん行くと思うんですけど、その時ね、まあ、家からすぐそこにあるっていうことで非常に便利なんじゃないでしょうか。はい、外に出てまいりました。天王寺にはお店がいっぱいあると言いましたけども、その集中しているのは、このね、下にある阿部地下、そして、天王寺の駅ビルであるミオビルで、これですね、はい、天王寺といえばアベノハルカスですね、ハルカスの下にある近鉄百貨店で、向こうにあるアベノキューズモールっていうのがありまして、今出てきただけでも何個だ4つありますよね。はい、この4つにですね、ショッピングエリアと、そして、ご飯屋さんが、4つ全てにですね、あるということなので、非常にですね、特にご飯には困らないというのがですね、天王寺のいいところでございます。そして、天王寺のですね、はい、天王寺をですね、もうさらにお値打ちにしている、エリアといえばこれですよね、天芝、ここにですね、かつてあった公園をリニューアルしてカフェとかお店とか、人々が楽しめるものをいっぱいですね、増設しまして、綺麗にして完成したエリアがですね、この天芝というところになっています。はい、これはね、本当にね、大阪に長く住んでて、この天芝というものができたら、できた時はね、非常に長く住んでる方はね、こんなになったんだってびっくりされたんじゃないかなと思います。というのはですね、この辺りって実はまあ、家を持たない、いわゆるホームレスと言われている方々がですね、テントを張って、住んでたりとか、あとですね、僕はホームレスのね、テントはね、結構昔大阪来た時、高校生の時とかかな、大学のところもあったかな、だいぶ見たことあったんですけども、カラオケ屋台っていうのがあって、それはね、見たことないんですよね。なんか昼間からね、カラオケやってる、違法なね、屋台があったそうです、この辺に。そんなね、はい、感じられないでしょ、これ見て。でもこれは絶好のお散歩コースだと思われる方いっぱいいると思うんですけども、ついですね、そうですね、10年20年前はこんなんじゃなかったよということをですね、していらっしゃる方も結構いらっしゃるかと思います。で、久しく大阪に来てない方、この映像を見てびっくりされる方いっぱいいるんじゃないですかね。はい、ということで、これが天芝でございます。打ち水なんかやってていいですね、夏ですね、やっぱり。さあ、で、天芝の方をですね、歩いていくと、まあ、入り口あたりにはこうやってお店がいっぱいあるんですけども、こういった形で、芝生の本当ね、芝って言ってますからね、芝生のエリアがありましてですね、ここでですね、キャンプなんかも、休みの日なんかにはしている方も、いっぱい、いらっしゃいますね。でここをですね、まあ、すぐ行くと新世界というエリアになるんですが、実はね、この天王寺にもですね、まあ、住みやすい街第、7位にはなっているんですけども、やばいエリアがあります。はい、そうなんですよ。
天王寺にある、まあ、ここにねホームレスの皆さんいっぱい住んでたとか、いましたけどもね、今もですねちょっとやばいエリアがあります、そういったこともですね、中心にご紹介していきたいと思うんですけども、このねですね天芝を越えてもうずっとこっちの方が通天閣になるんですけども、あっちの方がですね、まあ、いわゆる西成と呼ばれているやばいエリアに、なりますので、そのあたりっていうのはですね、ちょっと、住むのはお勧めできないというふうに、思います。まあ、やばいって言ってもね、まあ、人のね価値観にもよりますけども、まあ、そういうところが住める人だったらいいんですけどもね、はい、結構まあ治安的にはですね、もう特に、夜、酔っ払いが多いとか、昼間からなんか、変なこと叫んでるおっちゃんがいるとか、まあ、そういったことが、報告レベルでですね、これネットとかで上がっていますので、まあ、そういう街だということだけは覚えておいていただければと思います。逆にこっちの方はねそうではないということなので、まあ、天王寺自体ですね、街を住みやすくしようというような取り組みが行われているところがねよく分かっていただければと思います。さあでは、この散歩コース天芝を、ご紹介しまして、実際にじゃあ居住、できるエリアの方にですね、紹介していきたいと思います。天王寺はですね、先ほど言いました、まあ、西成とか新世界とか言われているエリアはですね、こう天王寺から見て西にあるんですね。なのでまあ、ざっくりとしたポイントとして、天王寺の西にはね、西の方には天王寺駅から見て西の方にはね、あんまり住むのをお勧めしないよということになってます。まあ、天王寺の駅というか、まあ、天芝ですよね。はい、ということで私たちは今から北の方に向かっています。はい、北の方ですね。ちょっとあっちの方がね歩いた方が風情があるんで、あっちの方渡りましょうか。はい、天王寺駅前商店街って書いてありますね。本当にねこういう大きい商業施設以外にもですね、こういう庶民的な商店街が広がってるっていうね。いや、なんかこんなに天王寺っていろいろなものがあるんだってロケしてね、初めて改めてなんか新鮮な感じを受けてますね。はい、上にガードもあって、アーケードか、夏でもね日陰になってて過ごしやすいような場所になっています。あれ、これはなんか見たことないバスが走ってるな。これは何だろう、とかなんかの送迎かな、これ。いやでも緑ナンバー、これはあれか、近鉄バスかなんかの古い塗装で走ってるかな、多分そうでしょう。ということで、ついついですね乗り物オタクの佐賀が出てしまいますけど、天王寺なんか住んだらね本当に、いろんな、路線が乗り入れていますのでですね、その電車とかが好きな人も非常に満足できるじゃないかなというふうに思いますが、そもそも天王寺っていうお寺はあるんですかという質問ですね、たまに受けたりするんですけども、ありません。はい、天王寺という寺はありません。あるのはですね、今から向かっている四天王寺というお寺になってます。はい、四天王寺、まあ、言われによるとですね、四天王寺という言葉がですねちょっと言いにくいから C を取っちゃって、天王寺っていう風にしたとか、まあ、あとはまあ考えられるのは C っていう4という字がですね、まあ、ホテルの客室に4っていう号室があんまり4とつくところがないのと一緒で、縁起があんまりよくなかったんじゃないかなっていうような、想像もされますね。なので、市を取って天王寺にしたっていうような、ことで、昔天王寺村っていうのもあったらしいです、この近くにね。はい、で、まあ、天王寺村の続きかわかんないですけども、私たちが今いるのは天王寺区というところになっています。はい、さっき西成って言いましたけど、この天王寺の駅っていうのがですね非常に大きいのでですね、まあ、何個かの区をですね、またがってます。この、ね、天王寺の駅の近くっていうのはね何個かの区がまたが、何個かの区がですね、ありましてですね、そのうちの一つが天王寺区、その他がですね阿倍野区と、そして西成区ですね、さっきちょこっと出てきた西成区なんですね。で、天王寺の北の方がですね天王寺区で、南の方が阿倍野区で、西の方が西成っていう、そういう西成区っていうね、なんか優秀しちゃった西成区っていうですね、そういうですねイメージを持っていただければというふうに思います。で、この天王寺区というところがですね全国の住みやすい街ランキング、全国ですよ、でもですね2位とか3位とか普通にねランクインしちゃうぐらいの、そんなね場所になっています。まあ、この辺りからね住宅街が増え始めてきてますけど、
のねマンションの下に100円ローソンがあったりとかして、なんか便利そうですよね。と右にねさっきのファミマがあったところをみんな入ってみました。なんかもう賃貸住宅サービスとか言って、ね、なんか不動産屋さんの、自販機がありますけど、これもすごいですよね。大阪名物100円自販機なんですけど、今物価高騰で130円とか110円とかになっちゃってますね。やっぱこの北のあたりがねだいぶ住み心地がいいんじゃないかなというふうに思います。で天王寺の駅までもですね、まあ、大体10分ぐらいで行けますし、結構やっぱりね家族向けの住宅とかもそうだし、この辺りですね一軒家なんかもあるんですね。でこの勾配がねあるんですよね。坂がですねあります。第8位の天満橋と同様ですね、大阪は坂の町ということと、天満橋からねもう直接南に来たのが天王寺になるので、この地形っていうのが結構似てるんですよね。上町台地、そう大阪の真ん中にはですね台地がありまして、上町台地っていうんですけども、それがですねその地形が影響してこんな形で、ちょっと険しくなっています。なので電動アシスト付き自転車なんか持ってる人はね非常にこういうところで有意義に活用できるんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、こんな結構静かですよね、まあ、こういう街が、まあ、四天王寺というお寺さんに近いので昔からこうやった、こうしたですね、落ち着いた街の雰囲気が広がっているというふうに、想像できますね。はい、だんだん四天王寺に近くなってきました。四天王寺自体がね、まあ、聖徳太子さんが建てたお寺でございますので結構でかいお寺なんですよ。なのでなんかねすごい、なんか線香の香りって言いましょうかね、そういうのがお寺さんの香りがねここでもねしてるんですよね。まあこの辺仏壇仏具を売ってるお店も多い関係でそうなんでしょうけども、まあここの辺に住むと毎日ですね朝起きてからですね、寝るまで、はい、この線香の香りをですね楽しむことができるようになっています。だからまあそういうのがね好きな方はぜひね、気分がね落ち着きますよね。でもすごいな、これ横断歩道が一面に敷き詰められているのがすごいですね。さあこれすごいですね、これ横断歩道がですねこっちに行くんですけど途中で分岐してこっちにはい、分岐してる横断歩道って初めて見ましたね。ということでこちらです、四天王寺です。ではちょっとお参りして参りましょうか、せっかくなので。なんか大阪住みやすさ紹介じゃなくて大阪パワースポット巡りになりつつありますけど、まあ、そんだけ大阪っていうのは昔から歴史があってで、お寺さんとかも多いよということなんですね。これなんかすごいですよね、なんか日本のお寺って感じじゃなくて韓国とかになんかこういうのありそうじゃねみたいな、そんな感じしますよね。すごいでしょ、なんか奈良のね、お寺に観光に来たようなそんな感じですけど、こっちもまだ敷地があるんですね。いやーめっちゃ久しぶりに来たんですけど、ここしかも配管料いらないですからねただでこれが見れるっていうのはすごいでしょ。いやこれはやっぱり大阪っていうかこの辺に住んでる特権じゃないですかね。あこれすごいな、これこうやってね同じようなものがバーって続いてる雰囲気結構好きなんですよね。はい、四天王寺からですね、先ほど天芝があったとこまで戻っているんですけども、ありましたね、はい、まだ生きてました。50円からの自販機、このコーヒーがね50円だそうですね。で、朝日のワンダとかだったら、40円アップですね。なんかこの40円がなんかすごく惜しく感じますよね。ということで麦茶なんかも80円で売ってますね。だいぶこの辺はまだ安い自販機がご健在ということで、生活費もそう生活費がね安くて済むのがいいですよね。やっぱ天王寺ね、まあ、今からいろいろご紹介していきますが、スーパーとかもねいろいろあったりするので非常に生活費がね安く済むというのがね
こんな大ターミナルですよ、まあ、大阪に、まあ、東京で上野みたいなところに住んで、生活費こんな安いってね、いやすごいですねやっぱり天王寺って。そして行く時にも目にした、100円ローソンさんですね。はい、こちらで水を買ってきましたけど、これ73円でした。100円割り込んでるやんって感じでね。はい、この100円ローソンさんがあるだけでもね、もう本当あの生活費の平均が、下がるんじゃないかなと思うんですけども、この上野のマンションの人めっちゃ幸せやな。だって毎日こんな安い店にね行けるわけですからね、いいなって感じですよね。はい、ということで天芝のところに戻ってきました。で、ここに一つ橋がありましてですね、はい、こうやってね、電車がねよく見える橋なんですけども、はい、別にね電車を紹介しようと、してるわけじゃなくてですね、こちらの橋の名前がですね、見ていただくと、はい、阿部の橋と書いてあります。はい、皆さん天王寺ってねもう一つの言われ方するって知ってますか。はい、天王寺のエリアってね、阿部の橋とも言われてますよね。はい、これはですね、ここに阿部の橋という橋があるからですね、近鉄電車がですね、ここに阿部の橋という駅を開業させまして、で、なんだ、あれがね、だから近鉄電車の、本社の建物だったのかな。あれはね、近鉄の土地なんですね。なので、この阿部のハルカス、そう、これね、阿部のハルカスなんですけども、これもですね、近鉄グループの持ち物ということで今なってます。なんか天王寺って近鉄ってイメージってね、まあ、近鉄電車、藤井寺とかですね、柏原神宮とか吉野の方までここからできて出てるんですけど、その沿線の人じゃないとね、天王寺に近鉄って、あんまイメージないんじゃないですかね。むしろあの鶴橋とかね、難波とかあっちの方にね近鉄電車って、行くようなイメージですけども、実はですね、この天王寺というところは近鉄電車にとっても非常にゆかりがあるところになってます。そう、これがですね阿部の橋ということで、で、JR の駅はですね阿部の橋とせずに天王寺という駅になっています。はい、これもね面白いですよね。だから大阪駅でもですね、実は第6位大阪駅なんですけども、第6位の大阪駅でもですね、私鉄は梅田という駅に名乗ってて同じ位置になるのにね、で JR は大阪駅という風になっているということで、非常にですねなかなかややこしいんじゃないかなというふうに思いますけども、まあこれなんでっていうふうに、よく言われるんですけど、 JR って全国に線路が伸びているのでその地域を代表する駅ですよっていうことを、表すために、まあ、大阪としてたり、まあ、天王寺っていうのは私鉄王子の近くだから、まあ、天王寺ってしてるんだと思うんですけども、私鉄の場合はね、その何全国に近鉄電車はね、まあ、結構大きいですけど、まあ、他の私鉄はですねそんなに大きな路線も持ってなくて、まあ、むしろ地域輸送なので、なのでですね大阪とか、天王寺せずに阿部の橋、まあ、阿部の橋ってこのね橋ですよね、まあ、ちょうど今関空快速の電車が出発してきましたけども、この橋であるとか、あと梅田っていうのはね地名ですよね、大阪駅のあたりの名前を梅田って言ってたんですけども、梅田って今も言うんですけども、まあ、そういうですね、もうちょっと細かいところにピントを当てて駅名を設定しているんじゃないかというふうに思います。さあ、ではちょっとねそろそろ、お腹も空いてまいりましたんでランチをしに行きたいと思いますけど、ニオビルの方にね行ってみたいと思います。この JR の駅ビルの方にね今から行ってみたいと思います。この歩道橋をね、で今からご紹介したいと思うんですけども、これね天王寺を一望できる素敵なスポットなんですよ。はい、これものすごい便利なのがね、ここにアベノキューズモールがあり、アルカスがあって天王寺の駅ビルミオがありで、これねすべてこの歩道橋で連絡してるんですよね。超便利なんですよね。でまたこれトリビアなんですけど、ここのですね、交差点の名前なんていうか知ってますか。ね、天王寺の駅前とかね言うと思うでしょ。違うんですよ、近鉄前って言うんですよ。はい、そうだから近鉄電車がねどんだけね、はい、これ近鉄の持ち物ですけども、阿部のハルカスだったりとか、そういうんですね、昔からですよ。はい、交差点の名前なんてねそんな最近決まるもんじゃないんでね、昔からですねこの近鉄前って言われてたぐらいですね、この近鉄電車はこの天王寺で幅を利かせていたということがですねよくわかりますよね。そう、ちょっとねこの階段、この歩道橋にはねエスカレーターとかついてないんでね、多分そんなんつけたら重みでどうこうってなるんかわかんないですけど、ちょっと階段がねここあるのがねちょっと面倒くさいんですけどね。
じゃあちょっと下の天王寺ね、木の方まで行ってみましょうか。降りてきたとこに南海そばってありますよね。はい、南海電車ここ来てないじゃないかとね突っ込まれそうですけど、実は昔来てたんですよね。そう、トリビアですけどこれも。はい、で南海電車がねここに実は90年代ぐらいまで乗り入れていて、で、なのでまあその南海電車の敷地も一応、あったんですよ。ホームとかもあったんですけども、まああのそれがなくなったので、またちょっとね駅のリニューアルということで、まあ今こんな感じになってて、ただまあ天王寺の駅ってねすごい再開発みたいなのが盛んに行われてるんですよね。でまあその名残でですね、あの南海そばっていうのがですねあるんです。でもっと言うとね、あのここから天王寺駅から出てる阪和線もね、実はあの南海、昔は南海だったんですけど、それをねあの国鉄が買い取ったことによってですね JR に今なってるということです。天王寺って南海にも実はねゆかりがあるんですよ。でこのミオビル何が入っているかというとですね、地下1階にハーブスというこれショッピングセンターが入っていて、で3階にロフトがあり、で5階にですねニトリエクスプレスという、ですね、まあ、ニトリの系列の家具屋さんが入ってたりとですね、このビル一つとってもねあの何でもでき買えちゃうというのが特徴です。はい、ということで10階にやってきました。レストラン街が広がってますね。そうここね眺めがいいんですよね。これ見てくださいよこれこんなところでねご飯食べる、しかも普通に追加料金なしですからね。はい、ということで、このミオビルの中にはですねこんな形でいっぱいですねグルメコーナーが充実しております。で、しかもねレストラン街に至ってはですね2階建てになっているというですね、いやーなかなか素晴らしいですね、ところになっています。でちょっとね僕はまだね今日何を食べるか決めてないんですけど、とりあえずあのなんか良さげなやつがあったら行くことにしましょうかね。ラーメン屋さんが2つもあるってもすごいですよね。でポテチューってこの、ボテジューか、お好み焼き屋さんで有名なところであるとかですね、あと串カツ屋さんとか大阪のグルメは一通り揃ってるんですね。まあ、なので大阪以外からですね、知り合い友達とかが来た時にも使えそうな場所ですよね。英国屋、これ大阪で有名なカフェですねがあります。そして韓国料理屋さんがあるんだ。韓国料理屋さん、なんか眺め良さそうだなここでもいいんだけどなんかおーすごいなんかいい眺めのとこじゃあるじゃないですか。でもね今日はちょっとチキン南蛮の方で食べたかったんでちょっとこっちにします。すいません。ゴンベイさんですね、炭火焼き鳥ゴンベイさん。で今調べてみたんですけど、このお店はですね大阪市内に7店舗を展開しているお店だということで、大阪のお店なんですね。で梅田と天王寺と難波にあるということなんですね。待って今びっくりしたんですけど、この店すごいな、ほんまに炭火焼き鳥ということで、なんかね炎がねぶわー上がってね、なんか携帯見てたら急に視界が明るくなって何事やとか思ったんですけどほんまに揚げてるわ、すごいな。なんか写真で見るよりもすごい美味しそうですねすごいな。いただきます。ごちそうさまでした。いや普通のねチキンカツじゃない、あれは本当に美味しい。もう本当にだって中身炭火焼き鳥ですからね。あの衣もねすごいパリパリしてて美味しいですし、そのパリパリして中からね、はい、この、鶏肉が出てくるとですね、本当ね柔らかくて何とも言えないですね味でね、あのおろしソースとですね、あとあのお味噌かなをつけて、食べたんですけども、本当ね美味しかったです。でレモンもね絞ってみたんですけど、やっぱねレモン絞ったバージョンと絞ってないバージョンね、あのぜひね分けて体験していただければというふうに思います。そういろんなね楽しみ方ができて非常に大満足だった、そういう、場所でした。さあということで、今ねあの平日のお昼ということで、あんまり人がいないんですけども、あの天王寺の街はねそうここでなんかちょうど電車がよく見えるところを発見したんですけど、あれなんですよ、休みの日にね人が集まってきちゃうんですよね。
はい、それがね、あの大阪の、まあ、他のエリア、まあ、天満橋なんか特にね、休みの日なんかほとんどね、あの人がいないんですけども、まあ、そういう形でですね、まあ、あっちにあのアベノキューズモールっていうショッピングセンターがあったりとかですね、あのあたりとか、あとこのミオビルなんかもね、結構ね、人がね、集まりやすいんです。安倍地下はね、そう出してそういうことはないんですけども、やっぱりお店が多いとね、やっぱりあのお店が多かったり、公園とかね、あと動物園もね、この奥にあるので、そういったところがあると、やっぱ休みの日にね、人が集まるということなので、ちょっとね、あのランチしようと思ったら結構大変な、思いにをするかもしれないです。ただ日曜日の夜とかはね、あんまりあのこの辺人がいない、まあ、みんな帰っちゃうんでね、あのなので、まあ日曜日の夜とか、まあ、平日の昼間夜とかはですね、結構、お食事がしやすい、そういう場所なんじゃないかなというふうに思います。ではね、下に降りていきたいと思いますけど、ちなみにこのミオですね、本館ってところに今いるんですけども、この中に、ABC マートとか無地とかですね、あと書籍コーナーとして紀ノ国屋書店が入ってるんですね。近鉄電車ね、今日ずっとエレベーターから見ていますけども、2階でこの歩道橋に繋がっているはずです。はい、ちゃんと繋がってましたね。まあ、天王寺のですね、今から南側に行くわけなんですけども、東側をですね、あんまり紹介せずに終わってしまうことにこの動画はなりそうなんですね。で、なんでかというとですね、まあ、東側っていうのはあの結局このね、JR の駅とか近鉄の駅とかね、あと商業施設が結構あの固まってて、あんまりその住居エリアっていうのがあのないようなとこなんで、あそこに高速道路が見えてると思うんですけど、あっちのね、奥ぐらいまで行かないとおそらくね、あのないんですよね。はい、この奥にもね、実はあの、鉄道病院やったかな、病院とかもあったりして、結構この辺あの住宅以外の施設があの東側には集中してるんで、まあ、なのでね、今回はもうここから見るという形でね、東側の方をご紹介したいと思います。さあ、それではですね、この歩道橋、南側にですね、進んできます。これはハルカスですね。やっぱりもうハルカスを見ずに天王寺をね、後にできないみたいなね。はい、あのくまモンもね、見ずに熊本県を後にできないのと一緒ぐらいですね。本当ね、よく考えたらこんなのよく作りましたよね、本当。まあ近鉄はね、何年かごとにそういうですね、びっくりするものをね、どんどん作ってますけども、最近だとね、近鉄特急の火の鳥ですね、何回もお世話になってます。ちなみに火の鳥はね、ここから出の字から出ることができないんですよ。そう、出ることができないってね、近鉄電車って線路つながってんだからできるだろうってことなんですけど、線路幅が違うんですよね。ここから出てる近鉄電車って難波とか鶴橋から出てるんですね、名古屋とか奈良行く近鉄電車と線路の幅が違うんですよね。近鉄電車の歴史としてはね、あのいろんな鉄道会社、地方のいろんな鉄道会社を合併して、で、まあ、今でいうとこう M&A ですよね。そうして、発展していったという、歴史がありますので、なので、線路幅は違うですね。元々の近鉄電車と線路幅が違う、ここを走ってた電車ですね、はい、それを合併させたことによってですね、線路幅が違う、同じ近鉄電車なのに線路幅が違うというようなことが起こっているんです。で、あの戦時中はね、なんとあの今の南海電車もね、近鉄電車だった、そういう歴史があるんですよね。近鉄電車って面白いですよね。さあ、その近鉄電車を、向かい側にですね、今やってきているのはこちら、アベノキューズモールでございます。このね、ショッピングセンターは非常に大きくて、歩いててもね、楽しいような、そんな、ショッピングモールになってます。敷地も広くてね、で、僕ちょっとここで、あの100円ショップのダイソーにちょっと用事があるのでね、ちょっとダイソーに今から行きたいと思うんですけども、ここはね、本当あの夜来てもすごくいいとこで、この晴れてる時なんかね、外からこうやってエスカレーターで、各フロアなんかに行けたりして、非常にあの歩いてて楽しいような空間になってます。まあ、お休みの日もね、結構こう人が多かったりはするんですけども、でもね、普通にあの広いので全然窮屈とかそんなことはね、感じることはないと思います。そう、すごい、しかもこれ打ち水やってんだ、夏なのにすごい涼しいですね。まあ、ちゃんとこうやってね、歩いてる人の熱中症対策を考えてくれてるのが、まあ嬉しい限りですよね。はい、ちなみにここのアベノキューズモールは地下鉄の駅から行くことができます。そう、地下鉄、天王寺のね、
路線案内をしてなかったですけども、それはねちょっと、最後の方でやらせていただきたいと思います。はい、ではここでキューズモールですね、入っていきましょうか。すごいな、天王寺に住んだらこんなでかいショッピングモールが身近に訪れることができるようになるなんて。いや僕ね京橋住んでるからね、天王寺まで列車で1本なんですけど、全然ね来ようと思って来る街ではないんですけど、いざね来てみると、あ、こんな天王寺って楽しい街なんだってね思ってて、実は最近僕ね天王寺にハマってて、実はね今週でね3回も天王寺に来てるんですよ。ねちょっと頭おかしいですよ頭おかしいっていうか、普通に天王寺ってね、まあ電車で1本、大阪環状線で1本で来れるんで、だったらもっと活用しちゃえと思ってね。なんか本当この感じすごい、なんだろうな、外国のショッピングモールっていう感じもしません？なんか、韓国とかねこういうショッピングモールね結構あるんですけど、なんかそういう、感じです。この中にダイソーがあるって言うんですけどね、まあダイソーはね確かこの上の階にあります。で、あそこに書いてありますけど、イトーヨーカドーが入ってます。このキューズモールの中にイトーヨーカドーがありますので、このね食料品売り場がめちゃくちゃ大きいんですよね。はい、ですので特にこっちの方住んでる方はイトーヨーカドーを使われるといいんじゃないかなと思います。はい、でキューズモールの4階にもねレストラン街があるのでご紹介しておきましょう。はい、でここのね魅力はね、外があるんですよね。ここから出てたかな、確かキューズパークって言ったかな、ね、いやあそこによく似てるんですよね。釜山にある新世界百貨店の、ね、センタムシティっていう大きいね、めちゃくちゃ大きいねデパートがあるんですけど、そうにねなんか雰囲気が似ているんですよね、こうやって外に出れるのも含めて。さあこんな形でですね、で夜はねここライトアップされてめちゃくちゃ綺麗なんですよね。もうやばいでしょこれ、はい、やばいんですよ。ということでこういう大きなショッピングモール、おーすごい、ハルカスもよー見えてはりますねこれね。え、こんなにいいとこが天王寺にあるんですよ。なんかすごいでしょこれ、広角で見るといかにももう映画のなんか撮影地みたいな、そんな感じです。さあダイソーで買い物をしてきましたよ。ここはね本当キッズスペースとかもあったりしてね、非常に家族で来るのに便利なとこなんですよね。さあということで、ここがですね天王寺の南側のエリアになってます。もうここからもね何軒かその住宅街とかも見えるんじゃないでしょうか。でここはですね地下鉄谷町線で、天王寺から1個ですね、先の駅阿倍野という駅も利用できます。で阿倍野駅はね非常に天王寺の1個手前ということで座れますね、はい、座れるのでね座りやすいということなので、要はね天王寺の1個手前っていうのは、天満橋とか梅田に向かう1つ手前になるので、まあ、1個郊外側になるんですね、まあ、なので、天王寺でねみんな降りてその隙に座れるんですよね。で座って、天満橋とか、梅田の東梅田の方に谷町線に乗っていけるということです。さあそしてこの真ん中になんかこのね なんか物体がありますよね。はい、これは何かというとですね、路面電車でございます。はい、もう急に大阪のねど下町に来たなっていうな、そんな印象を受けますけども、ここがですね大阪の天王寺、天王寺駅前からですねこっちのずっと南の方に、堺市の、浜寺駅前というところに向かってですね阪海電気鉄道という南海電車のグループの、路面電車がですね走っています。ちょうど今路面電車来てない時間ですね。これずっと前に大阪の市営自転車のロケでね一回乗ったことがあるんですけど、覚えてる方いますかね。大阪のローカル線を自転車で訪ねるっていうね、はい、素晴らしい企画をやったことがありますけども、さあやってきましたね。こちらが路面電車でございます。早いですね、なんかね自動車に負けない速度でね走っています。あ、こういうですね景色が見れるのも、大阪天王寺の、独特な、風景ですよね。さあということで、最後はですね、この付近に実はですね大きいお風呂屋さんがありますのでですね、はい、みんな大好きお風呂屋さんですね、
はい、ここはですね、あの温泉のお湯も使ってるということで結構ね、いい銭湯並みの、価格で入れるにしてはすごくいいお風呂屋さんがあるんですけども、そこもご紹介しながらですね、天王寺のですね、先ほどからちょこちょこ出てきているやばいエリアについてですね、ご紹介したいと思います。まあ、ここ南向いてますので、こっちがですね、東ですよね。ですのでこっちのね、南東のエリアはね、かなりあの天王寺でも住みやすいんじゃないかなと思います。なぜだかというとですね、このキューズモールもありますし、天王寺の駅も近いですし、地下鉄阿部の駅も使えるということですね。そして、今お日様が、ある方、西の方に向かっているんですけども、こっちがですね、実はあのやばいエリアになるんですが、まだねこの辺は大丈夫です。この辺はねまだ大丈夫です。どっからがやばいかっていうですね、境界線をねちょっと見に行きたいと思います。この辺は全然大丈夫ですよ。これマンションとか普通に建ってるんでね、全然大丈夫です。ちなみに地下鉄阿部の駅の場所っていうのはね、ちょうどこれの下ぐらいなんで、あそこら辺にね、阿部のキューズモールの、南口があるんですけど、そこからですね繋がってます。なので非常に便利です。ここからですね、ちょっとした大きい通りに出てきて、こんな感じでですね、キューズモールの横に公園なんかがあったりします。別にこの公園もねやばくはないですよ。じゃあどこからがやばくなるのかっていうのをね、ちょっと証明するためにね、ちょっとこっから多分ここまっすぐ行ったらね、境界線あるんですけど、ちょっとね、僕はこの道あんま慣れてないので、慣れた道から行きましょう。はい、ここを右側に回るんですね。警察官の方がなんか取り締まってましたけど、まあそんだけ、安全が保たれてるんでしょうね。今なんか流れてる音楽はね、これはね、あの大阪市に住んでたら結構よく聞くことになると思います。清掃車がね、あの BGM 流して、走ってるんですよ。もうねこれ耳にタコができるほど聞いてますね。もう7年も住んでたらね、また来たかって感じですけど、でもそんだけね街のゴミをね一生懸命回収してくれてるんで、本当ありがたい話ですよね。はい、ということで、絶賛工事中だったんですね。これがですね、あの見どころ阿部の橋ということで、あれやってるんだ、やってるけど、この枠組みが工事されてる、枠組みって骨組みが工事されてるわけだ。ということで、ここがですね、僕のおすすめするお風呂屋さんね、2回ぐらいね、あのロケで紹介したことあると思うんですけども、ここがですね、温泉のお湯も使ってる非常に、リズムナブルな銭湯でして、めちゃくちゃ大きいんですよね。体育館1個分ぐらいの広さがあるんですね。で、このお風呂屋さんを起点にしてですね、こっちにね、西側の方にちょっとね歩いていってみましょうか。ちょっと太陽とお日様と同じ方向に歩いていってるので、ね、すごく映像が見にくいかもしれないですけども、ご容赦ください。さあ、まあ、この辺りはいいんですけどね、実はねこの階段がねあるんですよ。階段、でこれをですね、まっすぐ行って階段を降りると何があるかというとですね、はい、飛び出し地というものがあります。はい、やばいものですね。通称飛び出し地、飛び出し地料理組合というのがですね、運営してるんですけども、ちょっとあんまりねこの動画でいろいろ言うとね、ちょっと、なんか引っかかっちゃうかもしれないので、飛び出し地の説明は皆さん独自でですね、ネットで、調べておいていただければと思うんですけども、ということで、あの辺りですね、あの辺りに階段があって、もうちょっとここからカメラ行かないようにしますけども、あの辺りからですね、降りるとですね、ちょっとやばいエリアが始まるということで、ご認識をお聞きいただければというふうに思います。さあ、ということで、折り返しまして、阿部のハルカスを見ながらですね、このやばいエリアから遠ざかっていくわけですけども、さあ天王寺いかがでしたでしょうか。まあある意味ね、そのやばいエリアも含めて、いろんなものがですね集結している大阪第二のターミナルだということで、ご認識いただければと思います。さあ、でそういろんな路線についてちょっと解説できてなかったんですけども、この天王寺にはですね、
まあ、本当に JR 線も近鉄電車もそして地下鉄も乗り入れてるんですけども、よく使う路線としては地下鉄御堂筋線、地下鉄谷町線、そして、JR 大阪環状線と思います。どちらもですね、大阪の都心に出るのに使いやすい路線なんですけども、まあ、駅がね、特に地下鉄と谷町線と御堂筋線ってちょっと離れてたりするので、駅の位置が、ね、によってですね、使う路線が分かれてくるんじゃないかなと思います。またね、地下鉄谷町線、阿部の駅なんかもね、使えたりしますので、ということですので、地下鉄の御堂筋線を使えばですね、まあ、難波とか、梅田まで、難波であればだいたいですね、そうですね、5分か、10分ぐらいで、で梅田であれば15分か20分ぐらいで、出られてしまうというのはそんな、距離になります。谷町線もだいたい同じぐらいですね。で大阪環状線はちょっと遠回りするので少しね、時間かかるんですけども、だいたい大阪店の時間って20分ぐらいかなって感じですね。そう、 JR が使えるっていうのがね、やっぱりこの天王寺駅の、いいところでですね、まあ、お休みになったら阪和線なんか使って、和歌山白浜方面とかで、あと関西空港もね、特急はるかがここ泊まるので非常に便利だったりするんですよね。なのでまあ結論、あとそうだ、新大阪もね、地下鉄御堂筋線と、まあ、JR はね一回乗り換えしないといけないんですけども、新大阪にも行けるということなので非常に便利なんですよね。だからこんな便利な街にね、こういった住宅街が広がってるっていうのは、まあなかなかね、住み心地がいいと思いますし、またね、ファミリー向けの施設がね充実してますので、ずっとね住み続けるっていうようなこと、一人暮らししてて、で結婚してまた引き続き天王寺に住むみたいな、そういうやり方があるんじゃないかなというふうに思います。最後に家賃なんですが、 1K が平均で約 5.7 万円だそうです。これ今回ですね、ランキングに使っている家プラさんっていうところのデータなんですけども、まあ、なかなか安いんじゃないですかね。だってこの第2のターミナル駅周辺に住んでね、5.7 万円とかでね、いいような物件、要は約6万円7万円でね、いい物件見つけたとしたらですね、まあ、阿鼻子でね、例えばそのあんまり 安い物件があるにかかわらず、それがうまく見つからなくて、で、まあ、天王寺あたりに通勤するとなると、まあ定期券がね、まあ、大体まあ月1万もいかないと思いますけどもね、まあ、5、6000円ぐらいとかで、まあ、そういう会社が出してくれるとか、まあ、そういうことはまあ別として、まあ、交通費をですね、考えて、そうやったらまあ別にちょっとね、足してもこんな天王寺のね便利なとこ住もうっていう風になるんじゃないかなという風に思いますのでね、まあ、ぜひね、ここは本当にいろんな人に親しみやすい街だと思いますので、天王寺に、ね、住むということもですね、一つ考えに入れてみてはいかがでしょうか。では次のね、第6位の街、大阪駅です。はい、大阪駅って住むとこあるんかなって、あとこの天王寺を差し置いて大阪駅になってるって一体どういうことなのかということもね、気にしながらね、ぜひ見ていただければと思います。